は大臣所信質疑ということですので、農業から水産業までできるだけ根本的な問題をですね、大臣にお聞きしたいということで準備をしてきておりますが、少し私がバッターにこうやって立たせていただく前の午前中のですね、質疑でちょっとこう聞き捨てならない議論がありました。やっぱり立憲民主党っていうのはそういうねおかしなことをするんだなということを改めて痛感をする今日は、午前中でしたので一言申し述べさせていただきました。中身に入りたいと思いますが、今年は日本の農政にとって本当に30年50年に一度の大事な年だと思います。これ大臣も所信表明で、ターニングポイントだとこうおっしゃった。で基本法も改正される。でその背景にはやっぱり、まあ、いろんなものがありますが昨年2月のウクライナ戦争もあるという中で、食料安全保障が議論になっている。だからまたね立憲民主党の悪口になっちゃうんだけど、さっき の山田勝彦さんね、山田勝彦さんってどの人だっけ、いない。山田勝彦さんがね大臣にね自給率 45% じゃ足りないんだと、 80% にしろと、アホかと。いや山田勝彦さんのことをアホと言ってるんじゃないんです。山田勝彦さんのような 45% を自給率 80% にしろと煽るような国会議員がいるから日本は良くならないんですよ、ね、さてその自給率というのは、私は全てを日本という大国がですね、全てを自給するなんていうことは難しいですよ、そら。ね、大臣も首横に振ってる、それは難しいと、振ってられる。じゃあ、その日本の食料輸入先国を見ると、もう資料を見たら明らかですよ。ほとんどは米国、カナダ、豪州、ブラジルなんですよ。友好国ばっかり、同盟国ばっかりですよ。私は、ね、単なる自給率ではなくて、この輸入先国の構成がどうなんだと、例えば政治的に安定している国であるのか、相手が中国の、中国なんてちょっとしか輸入してないですよ、日本は。ちょっとってそれなりだけど、その大きくはないですよ。大きいのはアメリカ、カナダ、豪州ですよ。そうした輸入先国の構成をしっかりと見ることが、食料安全保障の問題を考えるときに必要だと。それをなんか数字だけ取り上げて 45%、80% にしろって言って、大臣がいやそれはそのちょっと無茶言うなって言ったら、いやちょっと根性がないとかね、根性がないっていうか、ちょっとこのねレベルが低いのは立憲民主党の議員ですから、ちょっと言ってやってください大臣。いやいやいや、質問はですね、質問はそういう輸入先国の構成というのはね、要は安定、政治的に安定している国もあるんだから、そういうところをちゃんと見ていくことが大事ですよね、大臣どうですかという。野村農林水産大臣。今おっしゃいましたように、我が国の輸入先は米国、カナダ、豪州であります。それに、まあ、日本の自給率を足しますと8割がこの3カ国と日本の自給率を合わせてカロリーベースで 8割が輸入と国内で賄っていると、まあ、いうことでありまして、これら主要輸入先国からは小麦や大豆、飼料穀物などの大部分を購入しておりまして、この安定的なこれが輸入を支えていると。一方で先ほどおっしゃいましたように気象変動等が起こったときに、やはりこれは不作も頻発しておりますので、やはり特定国にこの限定されているというのはリスクがあるというふうに認識をいたしております。まあ、このため、主要輸入国との関係を維持しながら、安定的な輸入を継続していくとともにですね、小麦や大豆、飼料作物の生産拡大、さらに輸入食料の過度な依存を低減していくことにより、我が国の食料の安定供給を確保してまいりたいと、このように思っています。同感であります。じゃあ、さらに言うと、
安全保障の観点から何が大事かというと、私はボトルネックを見つけることだと思います。だってどこにリスクがあるかですよ。だから輸入先国についても中身を見る必要がある。それからさらに言うと、いくら自給率を高めてね、立憲民主党のレベルの低い意見に、個人攻撃をしてるんですよ。意見がレベルが低いわけです。そういう 80% とかそういう問題じゃなくて、日本の食料のバリューチェーン全体を見たときに、ネックはどこにあるんだと。例えば燃油、農業機械の燃油はボトルネックになり得るのかなり得ないのかとか、あるいは種苗はどうなんだと。どこにボトルネックがあるかが大事。そのバリューチェーン全体の頑強性を高めることこそ私は大事で、自給率の数字で何かこの表層的表面的に煽ることは全く、例えば数字が上がってもですね、脆弱性は深まる、悪化する可能性もあるわけですから、そこはしっかり私は今回基本の見直しにあたっても議論すべきだと思いますが、大臣いかがですか。委員は食料の安定供給に関するリスク検証をご覧になっておっしゃっているんだろうなと、はいはい、まあ、こんなふうに思っておりまして、今現在、食料の安定供給に影響を与える可能性のある25のリスクについては、農産物の30品目を対象として、網羅的な検証を行っております。そこで昨年6月に、食料の安定供給に関するリスク検証として公表をしたわけでありまして、そのことを委員はご覧になってご質問をさせていた、はい、させてくださったというふうに思っておりますが、まあ、このように世界的な食料情勢なり国内の農業構造の実態など我が国の食料供給に関するさまざまなリスクを分析検証し、そして我が国の食料安全保障強化のための施策の検討に活用していくことは極めて重要だというふうに思っておりまして、例えばイギリスでは2020年に、英国農業法に基づき世界の食料供給能力や国内の 食料供給源などを項目とする食料安全保障に関する報告書を公表していると承知をいたしております。我が国におきましても食料安全保障をめぐる国内外のリスクを把握し、これを低減していくためどのような手法が有効であるか引き続きしっかりと検討してまいりたいと思っています。今大臣がご答弁くださったこの去年の6月かな、食料の安定供給に関するリスク検証2022というのがあります。素晴らしいです。まさにこういう議論をやるべきだと。で、私も十分に勉強しなかったんだけど教えていただいて、これはいいと。いいけどもまだまだ途上です。でもこういうリスク検証をしながら、安全保障、食料安全保障の頑強さというものをですね、高めていくことで、私はもうだから自給率はもう忘れてもいいぐらいだというぐらいの気持ちで、これからまた質疑をですね、させていただきたいと思っています。一旦この安全保障の話は終わりまして、ちょっと今日冒頭ですね、午前中の質疑があまりにひどかったんで時間取っちゃいましたので、ちょっと間飛ばして大臣ちょっと休憩でですね、高野長官、水産庁長官お越しをいただいています。2018年の改正漁業法、これでですね、いわゆるタックとかノルウェーはじめとする北欧等のですね、そういう水産資源管理をモデルに水産業の改革を、まあ、していくという方向にはなったと思うんですが、日本がやってきたこととこれまでの歴史とこのノルウェー型の水産資源管理との間には距離があると思うんだけど、このあたりの、まあ、改正漁業法の目的と、まあ、改正目的とその後もうだって18年だから5年ぐらい経ちつつあるわけですね。その後この進捗具合はどんな感じか教えていただきたいと思います。あ、水産庁長官。高野水産庁長官。2018年の漁業法の改正では、漁獲量の低迷や漁業者の減少が続く状況を踏まえ、水産資源の適切な管理を通じて水産業の成長産業化を図ることを目指し、科学的知見に基づく水産資源の数量管理の仕組みの導入をはじめ、
漁業許可制度や漁業権制度の見直しなどを行いました。これにより MSY ベースのタック魚種の拡大を目指し、対象魚種を大幅に追加し、資源評価を順次行うなど資源管理の着実な実施を図るとともに、漁船のトン数制限撤廃の前提となる IQ 制度を導入する魚種を拡大するほか、養殖業で新規に漁業権を免許する事例が見られるなど、改正漁業法に基づく取り組みは着実に進展してきております。魚種漁法や漁業者数などの漁業実態の違いはございますが、科学的根拠に基づく数量管理は国際的な潮流である持続可能な社会を実現する上で不可欠であることから、ノルウェーやアメリカをはじめとする各国の取り組みも参考としながら、引き続き我が国の漁業実態を踏まえて水産資源の適切な管理と利用を推進し、水産業の成長産業化を図ってまいる所存でございます。まあ、5年経ったわけですけども、この例えばタックの魚種と今おっしゃった、魚種はね、例えば今例に挙げられたアメリカとか豪州っていうのはすごい数ですよね。ちょっと今ないかもしれないけど、もう数百の魚種がタックしてタックの対象になってるわけです。じゃあ日本のタック魚種いくつかお答えできますか。アメリカのタック魚種は全部でだいたい400魚種ぐらいございます。でノルウェーですと30魚種、はい、で現在日本は8魚種でございます、はい、でこれを今拡大するように鋭意努力しておるところでございます。私は方向は間違ってないと思うんですよ。方向は間違ってない、だから漁業法改正は私は賛成しました。しかし100年かかりますよこれやってたら。ただその漁協とかね、いろんな日本の海岸線をずっと守ってこられたこれまでの日本の漁業の歴史ということを踏まえると、なかなか難しい面があるわけですが、そこはだからやるのかやらないのかですよ。そういうところでね、さっきの小山さんのようなことを言ってると話にならないんで、だから私たち維新の会はもうやらないならやらないって決めたらいいし、数量管理、科学的なね、そういう水産資源管理を導入していくのであればしっかりやろうよということを、まあ、申し上げています。でその際にですね、あと一問水産業の話ですが、これいつかな、ちょうどその頃ですよ、2018年の漁業法改正した頃に、これは多分東京財団かなの検討会で、まあ、要は漁業制度っていうのはこの難しいんだと。で何が難しいかというと、無主物占有の原理というのがあってですね、要は日本の水産資源は誰のもんだというときに、アメリカとか豪州とかではこれは国が持ってるんだということで、相当公の性格が強いんですが、日本では、民法のフレームがベースになって、民法の無主物占有の規定をベースにしているので、まあ、一言で言うと取ったもん勝ちなんだと。こういう、まあ、法体系の違いから、なかなか今、話をしました科学的な、資源管理がうまくいってないんだという指摘をしている人が、まあ、いるんですが、これ重要な論点なのか、いやいやその話はあんまり関係ないんだということか、ちょっと教えてください。一つの国の法律におきまして、国が天然の水産資源を所有する旨規定している国はロシアなどの一部の国にとどまっております。他方資源管理において先進的であるアメリカにおいては、日本と同様水産資源は国民に帰属する共有財産としては定義されておりません。国民が逮捕前の水産資源について法的な権限を持つことも規定されていないと承知しております。日本においても諸外国においても、水産資源の帰属にかかわらず水産資源をいかに管理するかが重要であり、管理する権能が国などに付与しているものと考えられておりますので、我々も一生懸命資源管理の方に努めてまいりたいと思っております。今日ですね、所信質疑でこの水産業のことを取り上げたのは、やっぱりこの産業だけではない、安全保障面からも日本は海洋国家です。だから、アメリカあるいは豪州、イギリス、こういう海洋国家と、今だから豪州とイギリスは準同盟国ですよ。
まあ、英語で言うともう同盟国に等しい。だから日本はアメリカ、豪州、イギリスとはですね、これ同盟国です。で、そういう海洋国家として、いわゆる食料じゃない、本当の意味での安全保障も今、日本国としてやっている中で、食料安全保障あるいはその農林水産業を考えるときにもですね、日本は世界第6位の海洋国家なんだと。なぜ世界第6位の海洋国家がこの水産業でこんなにこのあたふたして衰退をして、でなんか現場に行くと技能実習生なくして成り立たないみたいな、そんなことになってるのかということについて、私は大変深い憂慮の思いが、もう時間ですね、もう時間なので、質問は控えますが、大変憂慮しております。だから、まあ、水産業の話はこれからもやります。で、今日できませんでしたが、農協、2015年に農協法が改正されました。これも信用事業の譲渡団体の譲渡等が進んでいないとか、さまざまな問題、今日本当は取り上げる予定でした。さらに言うと、今年こそ来年に向けて基本法の議論、農水省でも大臣もやっていただくと思いますが、この委員会でもですね、ぜひ基本法の議論を、していきたい。私の選挙区も実は大阪府の北端でありましてね、茨城市、箕面市、池田市、まあ、池田市はちょっと今度10増10減で変わるんですが、茨城市、箕面市、豊野町、能勢町、豊野町、能勢町っていうのはもう私の選挙区の北半分はもう山です。そういう中で中山間地の在り方、これをですね、しっかり大臣にもまたご指導賜りながら議論させていただきたいと思っていますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。